日本カラオケ街歩き、今日も楽しくスタートです。よいしょよいしょ。どこへ行きはるんですか？いや、街歩きさよなら。What's going on? Why are you making trouble? Just you wait for the Japanese power. The three of pandemic are over the world.Let's do our best to social distancing. United face COVID-19 on the rampage. Mother's is as one Bring our heart together Each of us has a strong passion Keep out the second endWave of COVID-19 Preventing hospitals from getting overwhelmed The eradication of the COVID-19 On the rampage池田佳代子さんです。
こんにちは、池田佳代子です。よろしくお願いいたします。さあもう1月も半ばを過ぎてね、早いですね。もうね、お正月気分もちょっとなくなってきたかなという感じですが、はい、今年の抱負をまだ前回聞いてなかったんで。そうですね、まあああまり仕事を選ばずに今年はね、あの来たお仕事はちゃんとこなそうかなって。まあそれでも昨年1年間はね、そうですよね、もうお仕事がキャンセルになり、はいはい、延期になり、本当に寂しい思いをしました、はい、皆さんね。そうですね、いつも結構ねわがまま言ってね、あれはいやこれはいやとか言ってる、そういう、言ってる時代じゃないので、いや何でもさせていただこうかなと思っております。もう貪欲にということですね、はい、頑張ってください、はい、さあ何を歌ってくださいますか今日は。お願いあなたを、はい、なんかその言い方が可愛らしいね。もう一回言ってください。お願いあなた、あさっきとちょっと違うねんけど、はい、それではお願いあなた、池田佳代子さんです。眠れないまま目を閉じる、闇に広がる着メロの音、好きで別れる女の弱さ、一度は決めたことなのに、愛が揺れる心が揺れる、懺悔するのよ泣きながら、苦しめないでお願いあなた、忘れたいからかけないで、辛く響くの着メロの音、愛を引きずる女の弱さ、私が決めたことなのに、胸にしみ心が迷う、今でもあなたを追いかける、涙一緒についてくる、苦しめないでお願いあなた、松島慎一郎さんです。皆さんこんにちは。改めまして松島慎一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆様いい正月お過ごしになりましたか、ねえ、はい、まだあの1月、ね、半ば過ぎですから。そういうあなたはどうでしたですか。いやもう本当に今年の年末年始正月は結構ボーっとしてましたね。いやあんまりこう動いたらあかんかなみたいな、ね、やっぱ気持ちがあったんですよね、はいはいはい、だらーっとしましたけども、それもまた良かった。はいはい、はい、さあ松島さん今日は何を歌ってくださいますか。今日はね、
あの宮下賢治先生の作曲でね、はい、おふくろっていう歌があるんです、はい、あのしみじみと淡々とした歌ね。これをね、うん、何が土地狂ったか知りませんけど、はい、あの全国有線放送でね7位にまでランクが、すごい、どこに行っても北海道に行っても九州に行ってもね、うんうん、絶えず流れてましたね。いや、はい、嬉しかったですね。そんな嬉しいことない。地球が割れたか思います事件や事件や有線でリクエストがどんどん来るっていうのはもう本当にこう歌詞としてね、はい、もうそれ以上嬉しいことはないと。本当にある日屋台で飲んでたらキャンペーンがあって、うん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 、僕も入ってるんですよと同時にバンとお袋がね流れてきた時は気持ちよかったですね。あ、はい、そんなタイミングがね本当に、はい、じゃあそのおふくろ、はい、おふくろか、おふくろです、ね、はいはい、じっくりと歌って聴かせていただきたい、はい、それではよろしくお願いいたします、はい、松島慎一郎さんです。俺の涙が届くかい、ありがとうの一言も言えずに会えなくなったけど、ごめんよおふくろ、あなたの息子です。欲しかった、お約束も許してと今さら詫びても遅いけど、ごめんよふくろ、今でもあなたの息子です。北川景さんです、はい、よろしくお願いいたします。まだね、はい、1月なんでね、はい、お正月どないしてはったんかなと思って、まあ、それを聞こうかなと思ってたんですけど、私はね、うん、いつももうね正月なんですよ。お正月は三冠日のんびりとお家で過ごします、はい、そうか、はい、まあ、やっぱりね、うん、この今のご時世、はい、やっぱり家におったいう人が本当に多いんですけれども、ね、そうですか、はい、ずっと家に、うん、だいたい家で、あ、ちょっと近所のね神社にちょっと初詣はしますけども、はい、もう今年はね、はい、もう本当にこのちょっとこの日にちをずらしてね、うん、皆さんゆったりと初詣という感じでね、うん、そうです、そうですね。圭さんは生まれはどちらでしたっけ、はい、私は滋賀県の長浜市なんです。お雑煮は何味？お味噌、お味噌です。味噌っていうのは普通の、普通の白味噌。白味噌なんだ。はい、じゃあ京都と一緒だね。京都も白味噌ですか？京都は白味噌で有名です。そうなの。滋賀の方もそうなんだ。あ、そうです。
はいはい、そうですか、はい、おいしいもんね、あれね、おいしいね、おいしいね、うん、なんかよだれが出てきたみたいな感じです、ね、本当です、はい、さあ今日は何を歌ってください。今日は私のデビュー曲、うん、大阪巡り合い、聞いてください。あ、久しぶりだ、楽しみ、はい、それだ、はい、よろしくお願いします。それではどうぞ。工事が歌わせていただきます。中岡慎太郎伝維新の虎、幕末の土佐藩士の歌でございます。坂本龍馬さんはね本当に有名ですが、中岡慎太郎さん、まあまあ2人でね大政奉還を成し遂げて日本、新しい日本を作ったとされておりますが、まあ、その他いろんな若者たちが命を、ね、かけて日本を変えました。素晴らしい人たちでございます。中岡慎太郎伝維新の虎、しっかりと気合を入れて着物姿で歌わせていただきます。お聴きください。大阪高知の北川村で庄屋の跡取り大竹部虎が柚子の花咲くふるさと離れ平和な日本を夢見るた
わしと坂本さんは龍馬慎太郎と呼び合う中、よう喧嘩もしたけんど、まっこと仲が良かったがじゃ。大政奉還花火が上がる、明治の幕開け待ちわびながら、京都大宮龍馬と共に四角の刃に無念の涙、中岡慎太郎、今でも心は生きて